これがガイシャか。なんてむごい殺され方だ。ひどいことをしやがる。デカ長、ただいま到着しました。おお、黒木か。ご苦労。しかしこう事件が起きちゃ我が捜査一課だけでは手に負えんな。そうだと思いまして本庁に腕利きの助っ人を要請しました。さあ君たち。はじめまして、新婚デカでーす。姫のさとみでーす。言っちゃった。さとみったらてめえやさ。だってだってあなたと結婚できたのが嬉しい。え、ほんとほんとほんと、かわいいやつ。にゃー、私のダーリー。さとみもうやめか。黒木、なんだこいつらは。なんだこいつら。本庁一の凄腕、新婚デカとその奥さんですな。凄腕、これがか。デカ長、イライラするのは体に毒ですよ。カルシウム不足じゃないでしょうか。ねえ、僕はいつもさとみの手料理食べてるからカルシウム不足になんかならないけどね。愛する人のためにお料理するのが私の幸せなの。え、ほんと困っちゃう。かわいいやつ。あ、私のダーリン。いい加減にしろ。それじゃあ外車でも見てみるか。これはひどい。鋭い刃物でめった刺しだ。死因は大量出血によるショック死だ。ん？どうしたの、さとみ？だって血だらけで怖いわ。そっかそっか。さとみは怖がり屋さんでちゅからね。よし、じゃあこうやって血を全部拭き取って、拭き取れない分がペロ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 って舐めちゃって、傷をね、さとみのようにかわいいパンダちゃんのぬいぐるみで隠してっと。ほらほら、そしたらもう怖くないよ、さとみ。でも刺されてるんでしょ。大丈夫だよ、さとみ。ほら、このロープをこうやってぐる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 ガイシャの首に巻きつければ。あら不思議、あらびっくりびっくり。どうしちゃったの。考察したいに早変わり。でも死んでるんでしょ。それじゃあこうやってホップをピンクで塗って唇も赤くすれば、ほらほら、もう大丈夫。このガイシャは生きてるよ。というわけで、高翔、この会社は生きてます。バカモン。あなたが生きてるって言ってくれたからもう怖くない。愛する妻のためなら当然さ。あなたのその優しいところが大好きなの。愛してるよ。世界中で君だけだ。かわいいかわいい、さとみ。デカ長、殺人の現行犯で逮捕します。我が人生に悔いなし。